じゃあ次の文型です。次は、A 限り。A 限りは、です。これは、A の状態が続いている間は、同じ状態が続く。という意味で、例えば、A の間は B だとか、A しなければ B だみたいな意味があります。で、例文を見ると、この町に住んでいる限り、いつでも新鮮な食べ物が手に入る。ここは野菜も魚も豊富だ。なので、この町に住むという状態を続ける間は、いつでも新鮮な食べ物が手に入る状態が続くということですね。はい。じゃあ2番目の例文を読んでください。社長が考え方を変えない限りは、この会社は何も変わないのではないか。はい。社長が考え方を変えない限りは、この会社は何も変わらないのではないか。なので、社長が考え方を変えない状態が続いている間は、この会社は何も変わらない状態が続くという意味です。じゃあ次、3番も読んでください。足が丈夫な限り、まだまだ山登りが楽しめるだろう。いいですね。足が丈夫な限り、まだまだ山登りが楽しめるだろう。これも、足が丈夫な状態が続いている間は、ずっと山登りが楽しめる状態が続くという意味です。はい。じゃあ最後4番も読んでください。親である限りは子供に対する責任があるとも。はい。親である限りは、子供に対する責任があると思う。そう。親である間は、ずっと子供に対する責任がある状態が続くという意味ですね。はい。そして、この限りの前は、な形容詞だったら、だを何かえてつきます。そして、あと、である。に、な形容詞のだを取って、であるをつけて、限りが続くときと、あと、名詞も、である。をつけて限りはに続きます。そして、はい。で、これは、3番目ですね。で、足が丈夫な限り、で、この足が丈夫である限りも使います。そうです。それもいいです。はい。そうです。どっちでもいいです、それは。そして、この「限りは」の前はいつも必ず、現在形で、さらに普通形のものが来ます。普通形で現在を表すものが来ます。そして、この2か限りの前にも後にも必ず状態、何か状態を表す言葉が来ます。そして、この限りは、条件の意味も持つ文なので、限りの後ろに、過去の文は来ません。はい。状態をはい。表す言葉、例えば何ですか？そうですね。例えば、状態だったら足が丈夫。
足が丈夫な状態とか、まあ、社長が考え方を変えない、変えないという状態。ああ、はい。とか、あとは、今まさに住んでる状態。とかですね。はい。さあ、これもちょっと練習してみましょう。あ、その前にちょっと、一回確認しますので、ちょっと待ってください。見えますか？1番から5番まで練習があります。はい。はい。1番目はどうですか？あなたが彼に謝らない限り、彼もあなたを許さないだろう。そうですね。あなたが彼に謝らない限り、彼もあなたを許さないだろう。そう、謝らない間は彼が許してくれないということですね。はい。じゃあ2番目はどうですか？会社人である限りは、うん、会社のルールに従うべきだ。そうですね。社会人である限りは、社会のルールに従うべきだ。いいですね。合ってます。はい。じゃあ次、3番目はどうですか？高熱が続く限り、出勤は無理だ。いいですね。当てます。高熱が続く限り、出勤は無理だ。はい。じゃあ次、4番はどうですか？父が結婚を、ああ、そう、許してくれない。許してくれない限り、私は結婚できない。そうです。合ってます。父が結婚を許してくれない、そう、許さない状態が続く限り、私は結婚できない。いいですね。じゃあ最後5番目はどうですか？選手一人一人がチームの全体のことを考え。Mời các bạn tìm hiểu ngay các khóa học会話。Từ sơ cấp, trung cấp đến Business Kaiwa, các khóa học luyện thi từ N1 đến N5. Đăng ký tại Facebook Tiếng Nhật Một Thầy Một Trò hoặc kc.com qua hình thức học trực tuyến, một giáo viên, một học viên với giáo viên Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.